なんかもう入っちゃうよ。リノが喋ると面白いから。はい。待ってます。はい。じゃあ行きます。皆さんこんにちは。芝組ゴルフチャンネルプロゴルファーの成田美鈴です。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ゲストの方に来ていただきました。井上徹さんです。はい、よろしくお願いします。小竹井上さん。よろしくお願いします。河野アナちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。何やろうかなと思ったんですけど、まあ私といえば、レフティなんで、皆さんにいきなりレフティ打たせてみた、やってみたいと思います。それでは、行ってみよう。じゃあ、いきなり打たせてみようか。井上さんっぽいじゃないですか。俺ほんと空振りするよ。でも俺じゃなくても俺大鳥で空振りするからてかで本当に練習全くしてないから。いや、ちょっとやってみな。まず誰リノできそうでしょ。私やばいよ。俺もやばいよ。初めてなんで空振り狙えばいい。ピン狙ってください。115ヤードぐらいなんで多分ちょうどかな。やり打ちでちょうど。何どこ向いてか全然わかんない。あでも当たる。全然飛んでる。ちょっと踊ってか全然足りてない。ヤンちゃん。止めといて。さっきのやつ。テイク2いるんじゃないこれ。テイク1が面白いんですよ。積み隠さず。これあんま切らないで出すからもう。あー隠れちゃった隠れちゃった。見てました今。見てたチョロ。あれ俺今日本当に何もいいよ。じゃあどうするの俺どうやって打つのかこれ。なんかちょっと解説しながらお願いします。じゃあちょっと自分でやって初めて打つからよくわかんないけど、これやってまっすぐ行く準備して本当当たるのかこれ。あれだ何だっけ。こんなフック自分のこと信じて。あ、まあでも本当でもあ、そうか。あれ小屈もでしたっけそれ。いやこれはね、フェース面がね、こう開かないんですよ。これの右のバージョンを今左でやって、今日本当初めて打つからやってみようか。はい、詳しくは井上徹ゴルフ大学へ。まずこれね当たるかどうか超不安だけど。おお当たってるし。全然飛んでるじゃん。これ1球目今すごい初めて打った。うまいうまい普通にうまかった。はい、ありがとうございます。大鳥はみすずちゃん。いきます。まだコースに出たことない。ごめん成田みすずです。後で目つちするよ。後で目つちするよ。大事今の好き。マジで当たるかな。だいたいトラックまで測ると120ぐらいなんで。あ、でも真っ直ぐ。右に行かないの、ね、なんで左だよ左か。意外とねドローするんです私。すごいしますよ後で。すごい、はい、初めて芝で打った私左手で。目つしよ。目つしのところもちゃんと取っとかないと。はい、ね、はい、みんな目つししてね。はい長いのサイズです。はい、じゃあどうしよっかな。そんな感じで。あ、集まる集まんなくていいの。集まる。どうしてもいいよ。別にそんなきっちりかっちり終わらなくて、ああはいみたいな。いいんですけど。はい。はい、それではみたいな。寿司三昧。はい。これ左利きの人いない？私左利きなんだよな。私左利きですよ。私左利き？いや元々は。どういうこと？右に直したの。なんで矯正したんですか？おばあちゃんが。縁起が悪いからって言われた。なんかそういうの言いますよね。うん、関係ないです。多分左利きでも関係ない。慣れかな。慣れか、そうか。なんか左利きの人やったら
うまくいったりするのかなと思ったんだけど、2回目あったらうまくいくんじゃない？一番下手だった、左の人が。ってことは左利きの人が左で打つ必要ないってことですよね。全然ない、うん、全然ない。え、でも左打ちのピッチャーじゃないですね、バッターです。え、でもゴルフ基本あの左利きの方が有利でしょ。有利の場合もあるよね。へー、右利きの人用にコースが作られてる場合が多いから、だから左が例えばバンカーの配列も左がバンカーで右が手前、要はこすったらバンカ ー引っかかったらバンカーだと、左利きの人が打つと両方ともバンカー入んないでしょ。あ、確かに。だから左利きの方がに対してハザードがあると、あ、右利きの人に対して難しく設定されてるから左利きの方が有利っていう考え方もあるって。へえ。だって全部は全部じゃないんですよ。ただ考え方として設計家は右利きをベースにして考えてる場合が多いから、要は左利きの方が逆に有利になっちゃう時がある。マジか、井上徹ゴルフ大学にお願いします。はい、すいません、豆知識。はい、あと、え、別に締めとかないんですか？ なんていうか、え、いいよ、ファジーに終わっても、ファジーに終わらせる、チャンネル登録してねみたいなやつです。チャンネルやってくれるんですか？みんなで、いいよ。なんと、じゃあキラキラキラみたいな。やんなくていい。恥ずかしい、恥ずかしい。恥ずかしい、恥ずかしい。え？じゃあ、お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル、え？何やればいいの？え、やってよ。なんかチャンネル登録してねって。チャンネル登録お願いします。さすがいるかな今の。いや、いる。いますよ、もうちゃんとカットせずに入れますから。もう一回、もう一回ちょっと。一人でじゃあ一人おかしくない？なんで私も一緒に。こんなのやりたくないですね。じゃあ、あんちゃんのやつやって、次。じゃあ、ちょっと自分で考えるのは嫌だから。じゃあ、私もこれやる。チャンネル登録してね。いや、きつ。きついわ。恥ずかしい。いやー、なんていう無茶ぶり。これは？いいと思う。これしなくてよかった。なんだっけ？ダチューの？違う。なんだっけ？セーバニーダウンだっけ？どう？どう？どう？日本の香り。え、じゃあリノさんがそっちやってください。で、私もメンチカツのどうぞっていう。じゃあ一発ギャグ、あの二人の一発ギャグでお別れしたいと思います。どうぞ。ハム、日本の香り。メンチカツもどうぞ。バイバーイ。